どうも、たくの岩竹雄です。今日もよろしくお願いします。はい、今日はこちら、オブザバトリーってやつです。名前がちょっとね、ジ・オブザバトリー。灯台とか天文台、海岸線のスコットランドのね、海岸線に点在する灯台とか、天文台のことをこのオブザバトリーっていうらしいんですけど、そこから名前がついてるシングルグレーンウイスキーです。そしてなんと20年熟成。超熟ですよ。で、700ミリの40度なんですけど、20年熟成なんですけど、僕が買った時は4400円くらいでした。今ね、今日ネットで見たら4600円くらいで買えますね。まあ4000円台でやっぱりね、シングルグレーン。この超熟が気軽に味わえるっていうのはいいですよね。でですね、蒸留所は、このボトルとかを見ても、はっきりとは書かれてないんですけど、いろんな情報を見ると、マクダフ蒸留所みたいですね。はい。そして、そこのグレーン原酒をね、樽はバーボン樽です。グレーン原酒20年以上のものを使って、デュアーズの今のマスターブレンダー、7代目ですか。ステファニー・マクラウドさん、サインがあります。ステファニーさんが、ブレンドして作り上げたシングルグレーンです。今日はこれを味わいたいと思います。以前ね、シングルグレーンの長熟は、グレインというやつをやりまして、これはこれで美味しいんですよね。まだあります。まあ、そのうちね、飲み比べもやってみたいんですけど、今日はこれを味わいたいと思います。では、開けましょう。やっぱりね、熟成がね、20年っていうともう長熟ですよね。長熟の部類に入ると思うんですけど、やっぱりそこから来るこの熟成感とか、そういうのがね、十分期待できるんじゃないかなというとこですよね。で、このボトルはね、ボトリングが、ボトリングは2022年のボトリングですので、少なくとも2000年代明けてすぐ2001年とかぐらいからの、それ以前の原酒で構成されているということになりますね。20年表記ということは、若いもので20年。20年以上の原酒しか使ってませんよという意味です。はい。ちょうど20年のものだけで作ったら、20年のヴィンテージっていうふうに呼ばれますね。はい。はい、ということで、ストレートと加水を作りました。ストレートからでいただきたいと思います。色合いは、まあまあまあ通常のねバーボンダルなんで20年でもまあこんなもんでしょう。そんなに濃い色合いはしておりません。香りから、グレーンウイスキーの感じのほのかな溶剤感ですよね。そんなにね、バーボンほどがっつりくる感じじゃないんですけど。で、香りからはやっぱりその穀物系の、ちょっとトースト系というか、そういった感じの香りがしますね。甘めの香りです。いただきます。ほんのり香る溶剤感っていうのもあるんですが、非常にやっぱりこう20年なんで飲み口がスムースですね。アタックが
柔らかいです。やっぱ40度っていうところもあるんでしょうけど、やっぱステファニーさんがうまくブレンドしてるんですね。まろやかです。そしてこれはですね、やっぱ味わいはこうトースト的な麦感というか、グレーンウイスキーなんで、グレーンっていうのは穀物一般を指しますから、まあもちろんね大麦も入ってると思うんですよ。で小麦とか大麦とか、まあコーンが主体になってるとは思うんですが、いろんなね穀物が入ってる、そういった穀物から来る甘みっていうのがしっかり出てるなという感じですね。でコーンウイスキーよりも、コーン感もあるんですけど、僕はちょっとこうトースト的なところは感じますね。そして何しろ超熟から来るこの滑らかさすごいです。はい、では加水の方です。加水した方はちょっと香りがやっぱりあれですね、バーボンが苦手な方はちょっと嫌がるのかな、少しやっぱ溶剤感がありますけど、すぐ落ち着いて、奥にある甘いね洋菓子的な甘みの香りもあるんですよね。そういうのが香ってきますね。いただきます。加水をすると甘みの中に少しねフルーティーなところも出てきますね。でやっぱりバーボンナルシュタインなんで、ウッディーなバニラ的な甘さ、バニラ感もあります。で、ほんのりやっぱりこうレモンピールとかオレンジピールじゃないんですけど、柑橘系のあの皮を絞って入れたような感じの香りがベースにちょっと感じられるかな。美味しいです。まあグレーンですけど、やっぱりこう20年の熟成っていうのは、やっぱここまでまろやかにするんだなっていうのが感じられます。はい、ではオンザロックにしてみましょう。はい、超熟グレーンオブザバトリー20年、はい、オンザロックでいただきます。香りは閉じ気味ですね、やっぱ冷えるとね。グレーンのねすっきりした甘さでしたね。日本のグレーンでいうとどっちかといえばチタに近い方ですね。富士御殿場の感じではないです。どうだろう、以前飲んだ超熟グレーンのグレインというのに比べると少し溶剤感がこっちの方が強いかなという感じですかね。グレインはねものすごくすっきりだったんですよ。味わいがないぞっていうぐらい。まあこれもねライトテイストですけどね、でもやっぱ20年熟成なんで、まあそうですね、でも確かに余韻は20年、まあそこまでは長くないかなっていう感じで、十分ねミディアムな余韻もあって、でモルトウイスキーとちょっと違ってそんなにねロックになっても苦味は知らないんで飲みやすいです。ああ美味しい。まあそうですね、少しやっぱグレインに比べると少しバーボン寄りなのかなっていう気がする味わいですけど、でもね
バボナのきつい余罪感攻めないとかああいうのはないんで、比較的飲みやすいと思いますよ。気にならない方は全然気にならないと思います。美味しい、はい、ではハイボールしてみます。はい、ではオブザバトリー、20年ですね、長熟グレーン、ハイボールでいただきます。あ、美味しいです。やっぱりスコッチはこういうね、グレーンウイスキーがモルトに加わってうまく飲みやすく、あのブレンディットっていうのはできるんですよね。それをね、強く感じたのは、前回やったグレインなんですけど、こちらのオブザバトリーも負けず劣らず、すごいスムースですっきりした飲み口、飲みやすいですね。で、こちらの方が単体で飲むと、グレインはね、ものすごいあっさりだったんですよ。びっくりするぐらい。でもね、それはそれで美味しいんですけどね。こちらの方が、味わい深いのはこっちですね。どっちかといえば、この日本のグレーンウイスキーとスコッチのグレーンウイスキーの飲み比べとかね、そんなのもしてみたいですね。美味しいお酒は減りが早いということで、ハイボール飲みやすすぎてあっという間ですね。やばいっす。はい、といった感じで今日はね、20年の長熟グレーンですね。まあリワーズのね、マスターブレンダーの方が手掛ける長熟グレーン20年、オブザバトリー、これを飲んでみました。美味しいです。単純にもうほんとね、飲みやすくてまろやかで、もうね、アルコールとかをね、感じさせないんですよね。まろやかになりすぎてて。で、尖ったところは全くないですね。まあ、若干その、やっぱグレーンウイスキーなんで、溶剤感というのが、少しありますけど、バーボンほどしっかりとしたそういった感じでもなく、バーボンみたいにこうキャラメル的な甘さとかそういった感じの方向ではなく、どっちかといえばスコッチで感じるような、まあ樽感からくるそのバニラ的な甘さ、フレーバーで言うとそうですね、まあ洋菓子的なところとか、ほんのりね、ほんのり柑橘も感じたんですよ。だからまあそういった感じのあるこのシングルグレーンのスコッチです。美味しいです。お値段もね、そんなにね、めちゃくちゃではないんで、まあバーボン嫌っていう方にはおすすめしませんけど、そうじゃなかったら1本持たれても20年なんでね、なんしろ、まあ、長熟ものっていうところで持っててもいいのかなと思いますね。まあバーとかで見かけたらぜひね、一度お好きな飲み方で飲んでみてください。美味しいです。はい、ということで宅飲み村竹を、ウイスキーがメインで、蒸留酒、あとビール、いろんなものを飲みながら僕が喋ってるチャンネルです。いろんな企画をやったりもしますので、ウイスキー好き、お酒好きの方、ぜひチャンネル登録していただいて、一緒にウイスキーライフ、お酒ライフ楽しみましょう。はい、じゃあ今日の宅飲みはこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあねー、バイバーイ。